対応した場合、交通コースパスをご利用いただき、誠にありがとうございます。このバスはこれより高速走行いたしますので、お客様の安全確保のため、シートベルトの着装をお願いいたします。並びにこのバスは2名となっております。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。また、お手元の乗車券につきましては、バス降車時に回収させていただきますので、くれぐれも紛失なさらないようよろしくお願いいたします。最後に、本日乗務を担当させていただくのは、勝田栄養所高速総崎になります。安全運転に努めてまいりますのでよろしくお願いいたします。回数券を車内で発売しております。バスが停車中に乗務員にお申し付けください。ご案内いたします。お持ちの乗車券は降りの際に回収させていただきますので、紛失なされないようお気をつけください。水戸、日立中、東海、日立から仙台駅前へ安くて便利な高速バスが運行しています。森の都仙台へ乗り換えなしていけます。ビジネス、観光にぜひご利用ください。詳しくは茨城交通ホームページをご覧いただくか、茨台前営業所へお問い合わせください。高速バス茨城名古屋線が開業しました。日立、東海、日立中、水戸、石岡、筑波の各地に停車し、名古屋駅まで直行。名古屋駅からは三重県の伊勢、島、熊野、岐阜県の高山、白川郷、奈良県などの観光地へのアクセスも便利です。1日1往復の夜行便で乗り換えなくて安くて便利。名古屋駅到着後には駅近くのサウナを特別価格でご利用できるサービスもご用意しております。ぜひご利用ください。